昔の人々は性行為に対する羞恥心がなかったのですかチャット GPT。昔の人々が性行為に対してどのような感情を持っていたかは、時代や地域によって異なります。一般に言われることは、古代ギリシャやローマなど、古代の一部の文化圏では、性行為に対する開放的な態度があったとされています。また、日本においても、 平安時代には貴族たちの間での性的な交友が盛んだったことが、源氏物語などの文学作品から伺えます。しかし、これらの文化圏においても、性行為に対して一概に肯定的な態度があったわけではありません。例えば、古代ギリシャでは、男同士の性的な関係には容認的だった一方で、女性の性的な自由は制限されていたとされています。また、 平安時代の貴族たちは、正式な婚姻関係にある相手以外との性的な関係に対しては、社会的な非難を受けることがあったとされています。近代以降、西洋文化においては、性行為に対する羞恥心やタブーが強化され、性的な行為はプライベートな領域として扱われるようになりました。現代においても、性的な行為に対しては、社会的なタブーが残り、 羞恥心や倫理的な問題に関する議論が行われることがあります。